この理論小説を見てみると、この素直しか書かれてないんですよね。だから僕の感覚で言うと、あんまりこう途中でこう体の内部の動きがこういうところでちょっと速くなったりしない方がいいんじゃないのかなって。テンポじゃなくて体の内部のなんか一つの 線の流れがなんかずっとこうやって、なんか割とこう一つの線になってるというか、こういうところもただスライドさせるだけでいいと半音階ですし、これもでそれがこういうふうにこう、まあ、縮まっていくわけですよね。それが打点がここでなんかね、速くなったり、あまりこう強調しすぎなくていいんじゃないのかなって思う。この音の変化って、この、まあ、最初の出だしです。具体的なパワードっていう
ていう、はい、その準備の仕方を、はい、あの練習の時に探すんですよ。もう一回やって先に行きましょうか。はい、thank you.
気を非常にちょっとここら辺にね持ってくる感じでこの音形をまとめたり、だから下の声部もちょっとこの音がなんていう生きるといいですよね、なんか今出てるんですけど、なんか、歌っていう感じがちょっとしない、ちょっと右手だけ言ってます、ちょっと行きましょう。じゃあバスと右手だけ、あの真ん中のこのちゃんちゃんはなしで、thank you。
きやすい弾きづらいはちょっと、変わると思うんですけど、僕はなんかちょっとね、この縦の空間、使いすぎの弾きがちょっとしたかな、あとここら辺すると、ここで一つ一回音の広がりみたいなものを。
準備ができてから入るくらいでちょうどいいかもしれません。うん、こういうところはこうやってね、ちょっとだけ傾けておいたら親指側の重さも使えるので楽に重みを乗せることができるんじゃないのかなと思います。いつもこうではなくて、たまにちょっとこう極端に親指を使ってみるっていうことがあってもいいんじゃないのかなと思います。で、小指に乗ったものを親指側に持ってくる。分けて練習してみるのも一つ。どういう風に響かせていますか？右手か、うん、ちょっと弾いてみましょう。
ると同じ高さだから分かんないですよ。あの古典的にアプローチする場合もしかしたら同じ高さでもいいかもしれないけれども、うん、なんかショパンっていうのはソットボーテとか書いたり、なんか音色に対してもちょっと言及しているところがあるから、うんうん、そう捉えてもいいんじゃないかな。なんか響きにちょっとこう、うん、余白ができる感じがする、はい、うんうん、もう一回やって先に行きましょう。はい、緊張させる場合だってありますよね。フォルテの時の方が楽に弾いてるかもしれない。
緩んだ紐みたいな、はい、なんかもう少し、もしかしてピッてしててもいいかもしれない、新しいところじゃない、うんうん、それを見たときに、あの何かこう自分がそこに対してあの反応していく、反応していかないといけないし、勉強していく中で、その僕もあんまり偉そうなことは言えないんだけれども、この反応していく、こう、なんていうのかな、確率の高さみたいなものを、少しずつ上げていかないといけないと思います、はい、うん、なんかちょっとしたこの変化とか、うん、その楽譜からなんか読み取れる、はい、うん、こう空間性とかね、うん、広いのかとか、はい、狭いのかとかっていうことをなんか一歩一歩感知していきながら、はい、それをなんか自分のこう体に素直に置き換えていく、うん、今とても良かったと思いますけどね、ちょっとシャープ系になった時に、はい、うん、なんだろうな、もっと体の重心をちょっと上げたりしても、もしかしたらいいのかもしれない、うん、同じところにいてやるんじゃなくて、そう、思いつきって言いましょうか、はい、それで先に。
流れるとよりいいですね、うん、自分の中でちょっとつじつまをまた合わせてみてください、うんうん、パパのなんだろう、タッチのスピード感なのかな、テンションが同じなのかな、最初ちょっといいですか、はい、うん、このバスの音がこうずっと同じところにいるっていうのは何を感じられます？なんかすごい特徴的じゃないですか、ここら辺のね、はい、だってそこまではうん、やっぱりね、なんかすごい大きいのがある部分、なんか補足って、こう、バスの補足ってすごい僕、意味を感じる時があるんですよね、はい、なんでもいいと思う、こう、形とか三角でもいいし、丸でもいいし、四角でもいいし、何かの感触、うん、サラサラしているとか、ちょっとドロッとしているとかでもし、何かこう、その補足になっている音楽に対して、僕何感じるのかな、言葉で言うのは難しいんだけれども、
ある種なんか独特の緊張感をなんか含んでいるような気もするし、だから何回もそのバスの音が聞こえるから、あんまりこの一泊目に僕執着しなくていいと思います。ここら辺は、それよりもはい、ありがとうございます。お疲れ様です。でも、素晴らしい。
ください。